帝鉄は、李氏朝鮮の文人、官僚、関東別局など、李氏朝鮮初期を代表する史譜を作り、韓国における私譜思想に対し大きな影響を与えた。政治的には聖人に属し、右犠牲などを歴任した。字は帰還、号は、松江、主号は文政。1536年に、現在のソウルに生まれた。 厚根不法眼手を門未みの息子で一番上の姉が人相の貴人、二番目の姉が慶林君の夫人となっていたことから幼少より宮中に出入りし喜びげん大きみと信仰を深めた。1545年、木の富鹿に関連し父親が流罪になるとそれに従っている。1551年に特殊され家族は全羅道昌平に移住。ここで、 金誠邸の門下となり聖山山六の松江において、学問を学び、また林奥礼によるシェの指導を受けている。1561年に家教を受験し新種を第一位で合格、翌年には別自分科も第一位で合格し自閉を経て、環境道を暗行腰に任じられ、1567年には歯科読書を与えられている。1568年に治線、おさむせん。 公理を経て、再び自閉とされたが、1575年にいたん、関を辞して故郷へ戻っているが、1578年に手のひら楽院生に任用され、社が植生学を経て少子にまで進んだが、鎮騰軍種であったり種による贈賄事件に関連し、辞職、故郷に戻っている。1580年、カンボ本土観察士に登用されると、その後観察士として、 関温度、全羅道、環境道に地方長官として派遣されたことが、シフ創作に大きな影響を与えた。最初の作品として知られる関東別局は、金剛山の山水を題材とし、その地方の古事や風俗までも表現した作品であり、また、君民家は地方の民衆協計を行う、際の布告文や有志文に代わるものとして、シフの形式を借りたものであった。 1583年になると、礼僧三般に任じられ、その後慶僧と礼僧の反射を歴任。1584年に、広塚佐賢に任じられたが、不国を翌年辞職、故郷に戻り、思え美人局、俗美人局、星山別局などの作品を作っている。1589年、右犠牲に抜擢され、低難事立の反乱事件を処理すると、 成人の領収として、あずま人への徹底した粛清を行った。粛清では、多くのものが軽視されたが、その形状の惨状を目の当たりにした、離散会などは、停鉄との距離を取るようになっていった。翌年には、左犠牲に昇進したが、1591年に、県庁の儀問題で流罪とされた。詳細は、かのとのごを、参照1592年。 豊臣秀吉による朝鮮出兵が行われると再び登用されている。翌年には平安奪回により中央政界に復帰朝鮮支援の出兵に対する社恩氏として病町に派遣されたが外交方針をめぐり東人の攻撃を受けて辞職。その後は高架島の松亭村に偶居12月に死去している。ありがとうございます。